レーナ・ビクトリア・ユージニアは、スペイン海軍が第一次世界大戦前に、巡航させた初の軽樹二王館である。艦名は、スペイン国王アルフォンソ13世の孔、ビクトリア・エウヘニアにちなむ。本艦は、スペイン海軍の1914年度海軍計画により一隻の建造が承認され、7月30日に、エルフェロル海軍造船所に発注された。 本館の原型として、イギリス海軍のバーミンガム級軽事二洋艦を参考に設計され、防御装甲を薄くして館室の構成を変えたために、原型の四本煙突から三本煙突となった。設計技師は、ドレッドノートを設計したことで知られるアームストロング社のフィリップ・ワット。本館は、部品や材料の調達をイギリスに頼ったために第一次、 世界大戦の勃発により、資材不足により工事が遅れて、収益は1920年代となってしまった。スペイン共和制移行時に関名を、レププリカに改名されたが、スペイン内戦時反乱軍が捕獲した際に、ナバラと改名された。本級の船体は朝鮮首労型船体を採用していた。艦首は前方に傾斜したクリッパー型の艦首から、中央部に、 主砲のマーク I1915 年型 15.2cm 速射砲お棒立てのついた単装砲画で並列で2機、司令塔を基部とする環境を基部として頂上部に見張り書を持つ三脚式の全部マストが立つ。等間隔に並ぶ3本の煙突の原則は関西艇置き場となっており、関西艇は2本1組のボートダビットが片原3組で、 計6組により運用された。左右の原則乾板上に 15.2cm 速射砲が棒立てのついた単装砲がで、片弦3機ずつ配置されていた。3番煙突後方で、選手楼が終了し、乾板1段分下がった後部マストと見張り所が立ち、見張りところの上に 7.6cm 速射砲型後ろ向きに1機、配置。 後部甲板上に 15.2cm 手法が、後ろ向きに1機が配置された。53.3cm 連装魚雷発射艦は、環境側面の船体内に、片元1機ずつ内蔵され、使用しない時は、開口部を、シャッターで閉めていた。1938年の近代化改装で、艦姿は一変した。環境は、近代的な東型環境となり、 環境の後部を基部として短い全部マストが建てられた。後部見張りところの位置まで選手楼が延長され、後部マストがあった位置に、後部環境が設けられた。期間の更新により、煙突の本数は3本から2本へと変わった。手法の数は9本から6本へと減少したが、すべて中心線配置となって、全部甲板上に背負い式配置で2機、環境の背後に1機、 後部煙突の背後に1機、後部甲板状に、後ろ向きの背負い式配置で2機の順である。15.2cm 速射砲のイラスト手法は、マ M121913 年型 15.2cm 速射砲を採用した。その性能は、重量 45.36kg の砲弾を、強角15度で 12,344m まで届かせられる。 この砲を単層砲芽で球機を搭載した。砲芽の不行能力は、行角15度、深く7度で、旋回角度は240度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は、毎分5から7発である。他に近接火器として、 ビッカース1900年型マーク3 4 7トル速射砲を採用している。1 5ラムの砲弾を、行角12度で5 1 2 0ルまで、行角80度で高度4 5 7 0ルまで、到達できた。単層砲がは360度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物により社会の制限を受けた。不は、 行角30度、深く5度で、発射速度は、毎分25発だった。これを単装砲がで4機を搭載した。他に、手法では手に負えない相手への対抗として53,3センチメートル、魚雷発射管を単装2機ずつ装備した。1938年から1939年にかけて近代化改装を受けた際に、 15.2cm 速射砲3機と 4.7cm 降格砲4機を撤去し、代わりに、対空火器として、クルップ 8.8cm 降格砲を、単装砲がで4機と、急ったフラスキに 2cm 機銃を、単装砲がで4機を搭載した。1946年に 2cm 機銃を、ドイツ製の 2cm 単装機銃4機に、更新した。 本艦のボイラーは、ヤーロ郎式石炭浅昇水管管8機と、重油浅昇水管管4機の根菜だが、タービンは、パーソンズ式直結タービン2組2軸で、最大出力25,500馬力で、速力25.5ノットを発揮した。機関配置は、第一次大戦前の走行巡洋艦と、同じく機関区全部に、ボイラー室を3等分し、後部に、機関室を置く。 旧時代的な配置をとっていた。1938年から1939年にかけて近代化改装を受けた際に老朽化したボイラー12機を新型の重油戦争三道水管管8機に乾燥した。この時にボイラー数が減少したために環境に近い際全部の煙突が撤去され日本煙突となった。 出力は変わらず、速力25ノットを発揮した。本館は1915年3月31日に寄港したが、スペイン国内の正常不安のために、海軍予算の削減が相次いだ上に第一次世界大戦の勃発により、後期は延期に延期を重ね、同大戦後の1920年4月21日に、 ようやく浸水式にこぎつけたものの竣航はさらに伸び、1923年1月15日にようやく収益した。すべて15.2センチメートル法で統一した手法は、設計時には強力なものであったが、収益時にはすでに球体化してしまっていたため、近代化改装を受けることになった。しかし、改装中にスペイン内戦が勃発すると、 改装工事を行っていた港ごと反乱軍の手に、落ち、なばらと改名された。以後は、未完成ながら港湾放題として使用されていたが1937年7月に近代化改装工事を再開し1938年6月に最終駅を果たした。その後は、スペイン内戦を生き残り、第二次世界大戦でも失われることなく、練習官任務につき、 1955年に除籍された。ありがとうございます。